ミルトン・キーンズは、ロンドンの北西約80キロ、オックスフォードとケンブリッジのほぼ中間の丘陵地にある、タウン。1967年にニュータウンとして指定され、開発が進められてきている。ミルトン・キーンズの発音は、メートル LTN、キーッ Z ミル TN キーンズであるので、ミルトン・キーンズと表記される。 これに対して、経済学者のジョン・メイナード・ケインズの綴り字は、同じケインズであるが、発音が異なり、ケインズと表記される。1946年のニュータウン法により、ロンドンの過密対策として周辺に、複数のニュータウンが建設されたが、その後の検討で、これらニュータウンがその周辺地域の発展に貢献していることが明らかとなった。そこで、カウンターマグネット論により、 ロンドンに対抗しうる大規模な開発拠点としてミルトン・キーンズが計画された。この地名は近くの小村の名によるものである。しかし、ニュータウンの開発当時、この名称は詩人ミルトンと経済学者ケインズと合わせたものだとする説が広まったほどミルトン・キーンズは無名であった。カウンターマグネット論とはロンドンから一定程度離れた場所に ロンドンに対抗しうる大規模な開発拠点を設置することでイングランド島南部におけるロンドンの支配力を和らげて集中を緩和し多角都市圏を目指そうという考え方であるそこでロンドンとバーミンガムの中間にあり高速道路鉄道と運河の便がいいこの場所が選ばれ新都市が建設されることとなった指定時にこの地域には 約4万人が居住していたが、ニュータウンの指定を受け、人口25万人を目指して開発が実施されることとなった。同じ趣旨により、1967年にピーターバラ、1968年にノーザンプトンが、ニュータウン法による指定を受けている。ショッピングセンターの中庭大規模な新都市の設計は、世界の建築、都市計画化の関心を集めた。 都市全体の特徴は、約1キロ間隔で、幹線道路が設置されたグリッドシステムにあり、幸福院の幹線道路が走り、交差点は大規模なロータリーになっている。中央駅から、ショッピングセンターまでが都心部で、ここにはオフィスが建設され、工業地区にも多数の企業が進出してきており、食樹近接を実践している。ショッピングセンターは、ハーフミラーがラスを外壁に使用した、 大規模建物で市民がいこえる中庭も設置されている。自動車の使用を前提とした大規模開発であるが、既存の農村集落をそのまま取り込んでおり、運河が住宅地まで入り込む外区や多数の里山的公園等で伝統的地域環境を保全していることも特徴である。スタジアムマークシルバーストーンサーキットから比較的近いことから、 モータースポーツ関連企業も多く集積しており、中でも海一に参戦するレッドブルレーシングやホンダ海一のファクトリーが所在している。2004年にもとはロンドンを本拠していたウィンブルドン FC が移転し、2007年に完成したスタジアムマークを本拠にミルトン・キーンズ・ドンズ FC として活動している。グラフトン通りを超えるグランドユニオン運河ロンドンと、 バーミンガムを結ぶブランドユニオン運河が重要な軸を担っている。ベッドフォードと水路で接続するためのベッドフォード・ミルトン・キーンズ運河が計画されている。資金の空港はロンドン・リュートン空港である。ミルトン・キーンズ中央駅とステーションスクエア都市間交通の玄関口としてミルトン・キーンズ中央駅があり、駅の東に面して中心業務地区として ミルトン・キーンズ・センター地区がある。ロンドン都心からは、アバンティウエスト・コースとか、ロンドン・ノース・ウェスタン・レールウェイが運行する、ユーストン駅からの電車が、ミルトン・キーンズ・中央駅間を最速で、約30分から35分で結んでいる。イギリスの大部分の地域と同様に海洋性気候に、属する。過去には2006年7月に最高気温摂氏34.6度、 および1947年2月25日に最低気温摂氏20.6度を記録している。なお近年の記録としては2010年12月20日に摂氏16.3度の寒さを記録した。最寄りの観測所はウーバンにあり、ミルトン・キーンズ市街地の南東の外苑にあたる。ありがとうございます。